もう一度20歳に帰りたい。寺澤くんの夢って何？俳優になるのもいいな。うちの看板俳優は彼に決まった。これは現実なのか。今度こそ自分も家族も幸せにするんだ。人を愛するって一体何？奪わずして与えられて。さよなら。